おはようございます。名古屋市守山区栗から不動寺の住職森下瑞道です。今週も森下瑞道の瑞道指南帳スタートです。さて今日のテーマですけれども、お清めのご利益すごいと。神社やお寺でね、なんか汚いところあるでしょ、掃除が行き届いていない、もう草ぼうぼう、こういったところにはお参りする方が少ないですよね。そして人のお参りが少ないところの神社お寺は、まあ本当に神さん仏さんには申し訳ないんですけども、力を発揮できません。お清めっていうのは何も目に見えない気を清めるだけではなくて、まず目に見えるお掃除がまず大基本です。掃除、掃き清めると言いますよね。そしておみきやお塩、それからお水などのお供え物は絶対に欠かしてはいけません。こういったことを繰り返し毎日しておきますと、神社やお寺も本当に清まってまいります。さあこれ神社お寺の話だけではありません。実はそれぞれ皆さんのお家には神棚や仏壇もありますよね。神棚仏壇のお掃除もとても大事です。神様のお社にお供えするおみき、水、そして塩、米、これね、なんかどこで結構多いんですけども、1日と15日だけやればいいと思ってる人が結構多いんですよね。とんでもない間違いです。これは毎日やらなきゃいけませんからね。お榊は、枯れたら変えてください。ぐるっと丸くなってきます。巻いてきます、ぐるっとね、葉っぱが。そしたらこれはもう替え時です。で神様のこれ食べ物ではありません。実はおみきもお塩もお水も米も神様が食べるために、お供えしているものではなくてですね、これ神様にそのお家や神社お寺はもちろんのこと、そのお家や会社などを清めていただくためのアイテムです。なので例えばお酒はですね、夏場はもう1日置くだけで腐ります。だから腐らないように毎日変えるんです。だってお清めに使っていただくわけですから、これをちゃんとやることで清まっていくんですね。そして毎日毎日これ夕方にですね下げて帰るんですけども、下げた後どうするかというと、お家の周りにですね少しずつずらして時計方向に北から始めてずっと清めていくんです。払いたまえ清めたまえ、払いたまえ清めたまえ、そういう唱えながら北から北の角からおみき、塩、水を巻くんですね。で米だけはですねちょっとこれ意味が違ってまして、バーッと巻いてあげればいいです。でそれは多分鳥たちが、小鳥がですね食べに来ますので、食べてもらうとそれは清まることになるんですね。そのようにして自分のお家、それから会社をですね、会社もいいですよ、会社を毎日毎日ですねぐるーっとずーっとぐる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 清めていくんです。ちょっとずつずらしながらぐる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 、だいたい3週ぐらいしたところからだんだん清まっていきます。敷地がそうすると会社はだん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 ね調子よくなってくる。清まってる会社はよう儲かる。清まってるお家も事故や怪我や、そういう交通事故もですね合わなくて済む。お清めのご利益すごいっていうことでお話をさせていただきました。お相手は私森下瑞道でした。また来週お楽しみに。